Z 世代の若き技能者たちが日本一の栄冠を目指すものづくりの祭典、技能五輪若き技能者たちの挑戦、サポーテッドバイ東京新聞。さあ、 Z 世代の若き技能者たちを応援するこのコーナー、今回は先週に続き京都で行われた技能五輪国際大会の様子をご紹介しましょう。今回は光電子技術職種で世界に挑んだ選手に密着しました。ぜひご覧ください。世界中の若き技能者たちが互いの技能を競い合う技能五輪国際大会。2年に一度、60を超える国や地域から選手が集う大会は、今年コロナの影響で世界15カ国に分散し特別開催。日本ではこちらの3職種が競われました。本番2週間前、向かったのは日本電子専門学校。今回密着するのはこちらの女性、光電子技術の日本代表、新井ねねさんです。きっかけで言うと、私がもともとテーマパークが好きで、そういうので使われてる電飾が好きでやろうと思いました。光電子技術とは、 LED ライトや太陽電池、光ファイバーなど光と電気を組み合わせ、製品の設計、製造、設置、保守を行う技術のこと。ドライブレコーダーやレントゲン検査など、あらゆる分野で重要な役割を担っています。今大会で初めて採用されたこの職種では、光に関する幅広い知識のほか、細かいハンダ作業などの速さと正確性も身につけなくてはなりません。新井さんが秀でている点について大木先生に伺ったところ、論理的思考というか、考えの型の組み立て、そういったところが優れているんじゃないかなと思います。やはり金メダルを取ってほしいなっていうのは期待として持っています。そして迎えた本番当日。よく寝れましたか？よく寝れました。自信のほどはいかがでしょう？自信はあります。自分の出せる力を精一杯出して頑張りたいと思います。光電子技術の課題は大きく分けてこの6つ。6カ国の代表選手が4日間かけて戦います。午前9時半競技がスタートしました。初日の課題は明るさの測定や計算と LED ディスプレイの組み立てです。ここで求められるのは正確性です。始めてください。新井さんはこの2つの工程を見事に完了。幸先のいいスタートを切ることができました。競技2日目。この日は大木先生が新井さんの長所として挙げていた論理的思考がポイントとなる課題、照明自動制御システムの施工とプログラミングです。最初はですね、まずは施工の部分きちっと組めるかどうかというのがポイントです。初日で自信をつけ、気合十分で挑んだ新井さんでしたが、ここで想定外の問題が。それは課題内容の変更。選手たちの対応力を測るため、こちらの照明器具が増えていたのです。これにより配線の本数も変わるため、あらかじめ想定していた配線図とは異なるものになります。他国の選手がどんどん作業を進める中、電気配線の接続に時間を要してしまった新井さん。その結果、3割程度しか完成していない段階で、この日はタイムアップとなりました。3、4、1、0、スタート。排水の陣で挑む3日目は、直径20ミリの小さな LED 照明を大量に製造するため、
作業スピードが求められます。ここで新井さんは本領発揮。ハンダ付けを迅速に行い、2日目の遅れを取り返すことができました。いよいよ学生生活をかけた最後の戦い。この時点で中国を先頭に他5カ国はほぼ同列という状況。最終課題は照明設計のソフトウェアを使用し、指定された 3D 空間を構築、空間内の照明シミュレーションを行います。果たして勝負の行方は。競技終了。4日間の戦いに幕を閉じました。お疲れ様でした。どうでした？いやー、あっという間でした。出来としてはどうですか？もう最後の課題は一応できたと思っています。はい、自信はどうですか？分からないですけど、まだ結果待ちです。翌日迎えた閉会式、結果はいかに。見事銅メダルを獲得しました。本当に取れると思ってなかった。すごく嬉しいです。この気持ちを例えば誰にお伝えしたいとかあります？おめでとうございます。いや、おめでとうございます。新井選手、おめでとうございます。田中さん、はい、かっこいいですね。いや、かっこいい。しかもこのきっかけが、テーマパークが好きで、転職に行って、仕事のきっかけっていろんなところにあるなと思いましたね。なんかあんまりそのこう現場の雰囲気と新井さんの雰囲気がちょっとギャップがあったりするところも、はい、でもあの大会終わった後すごくはつらつとして笑顔だったけど、やっぱり受賞後の涙を見るとものすごく張り詰めたものがあったんでしょうね。そうですね。いやー、ゆいさんいかがでした？いや、もうなんかやること多くてすごいなと思ったのと、なんかこうやって早くから自分の夢を見つけて、その夢に向かってまっすぐ、もう若くしてこの道で行くんだって決めてる、なんかいろんな道が本当にあるよなっていうのを改めて思いました。黒部さん、私もテーマパーク大好きで、照明とかですごいときめいてたんですけど、作ろうと思ったことはなかったので、本当かっこいいなと、こういう方が支えてくださってたんだなと思いました。だってプログラミングから配線からこうノコギリで何かこう切ってね、資材まで加工してました。新井さん、金メダルおめでとうございます。次回は映像配信やネットバンクなど高速化された情報通信の施工を行う競技、情報ネットワーク施工の選手に密着します。ご期待ください。